こんにちは、ドラゴンプロの小池翔司です。今回撮影場所をグリーン前のアプローチということで、カイト&フォックスカントリークラブさんにご協力していただきました。どうですか皆さん、グリーン周りのアプローチうまく打ててますか？人によっては全くダメですという方もいらっしゃいます。ざっくりトップばかりで本当に恐怖で仕方がないという方、またグリーン周りのアプローチを打つだけで変な汗が出てくるという方もいらっしゃると思います。重傷になるとグリーン周りから5ヤード10ヤード離れている場所からでも全てパターで打つみたいになっている方もいます。全部が全部になるとちょっとかっこ悪いですよね。今回はグリーン周りからの基本的なアプローチの打ち方をお伝えします。特にグリーン周りからのアプローチで苦手な方のほとんどの人はざっくりが一番嫌なものですよね。苦手な根源はこのざっくりから始まります。逆に言えばざっくりがなくなればアプローチが上手くなるということです。今回この基本的なアプローチの打ち方をマスターしてください。重要なポイントがいくつかありますが、コツをつかめば簡単です。そしてこの嫌なざっくりをなくしてアプローチの達人を目指していきましょう。それでは始まります。飛ばしてなんぼ。今回グリーン周りから使用するクラブは58度を使います。いつもグリーン周りから52度や56度を使っている方は使い慣れているクラブを使用してください。まずはグリップですが、少しこのように短く握ります。そして目標に対してオープンスタンスに構えます。スタンス幅は足が1足分入るくらいの幅にいたします。自分の場合は右足は目標方向に直角にしていますので、ボールの位置は右足親指の前にセットしています。このようにですね、後方からですが、このように右足は直角にしてオープンスタンスに構えます。そして体重はちょっとだけ左サイドにかけます。 5.5 対 4.5 くらいです。ボールの位置は右足親指前にいたします。飛ばしてなんぼ。アドレスして注意してほしいことが、左肘をピンと伸ばさないことです。グリーン周りでこの打ち方だと一般の方は小さく振りづらいしダフりやすいです。ではどうしたらいいかというと、左肘をピンと張らないで少しだけ左肘をたわませることです。そうすることによって小さいバックスイングがとても上げやすくなります。このようにノーコックで上げてはいけません。このような適度なコックが必要です。左肘を少しだけたわませて小さなバックスイングをしてみてください。スムーズに上がることが実感できるでしょう。後方から見てみましょう。左肘をこのようにピンと張らないでください。少したわませるくらいで曲げましょう。なぜこの打ち方が一般の方に良いかというと、左肘をたわませることによってまず上半身がリラックスされてバックスイングも柔らかく上がりやすくなります。そしてざっくりなどは入射角が鋭角に入っている場合が多いので、左肘をたわませると入射角が緩やかになってざっくりの原因の一つを軽減することができるからです。飛ばしてなんぼ。次は体重のかけ方についてお話ししていきましょう。アドレスでの左右の体重の配分は 5.5 対 4.5 くらい左に若干かける感じです。よくいらっしゃるのが、極端に左足に体重をかけて打つ方がいますが、クラブヘッドが鋭角に入りやすくなりざっくりやっている方がいます。アドレスでは 5.5 対 4.5 で若干左足体重で構えて、小さいスイングながらも右左と体重移動して打ちます。体重移動ですが、このように腰をスライドするイメージではなく、足踏みをするイメージで体重移動をいたします。小さなスイングでも回転運動なので、右左と足踏みをするイメージで打つことが大切です。このように右左右左、これが大事なんですよね。後方から見てみましょう。足踏みしての体重移動ですね。この短い距離でのアプローチでも下半身を積極的に使うことが大切です。体重移動することによってざっくりが出づらい打ち方になります。
これは下半身を固めて左足体重にしています。この打ち方だと上半身による手打ちになります。リズミカルにも打てないし感じも出ません。短い距離でもしっかり体重移動をしましょう。このように右左と体重移動を意識して打ちます。それでは打ってみます。右左いいですね。飛ばしてなんぼ。クラブヘッドの入れ方ですが、打ち込んだりすくったりしないでください。このようにバックスイングでコックした状態のままインパクト、フォローまでキープして打つイメージです。もう少し細かく言うと、バックスイングでできた右手首の角度をインパクト、フォローまでキープして打っていく感じです。このようにキープしていく感じですね。キープしていく感じです。先ほどのことを意識して打っていきます。キープできてますね。ではもう一球打っています。このように右手首の角度をインパクト、フォローまでキープして打っていく感じです。うまく打てました。この感覚を覚えるまで練習いたしましょう。飛ばしてなんぼ。それではダフりやすい打ち方をしています。まずはこのように鋭角的に打つ人です。鋭角形に入るとこのようにざっくりしやすいですよね。次はグリップが目標方向にハンドファーストになりすぎている人、こういう人もヘッドが鋭角的に入ってざっくりしやすいんですよね。次はボールを右に置きすぎている人も鋭角形に入ってざっくりしやすい打ち方です。ちょっと危なっかしい感じの打ち方ですよね。後方からのアングルですが、鋭角的に打っている人はざっくりとトップが多いです。こんな感じで打つとざっくりが出ます。これがざっくり2大要素の1つ目です。ざっくり2大要素2つ目は、このように体重移動できなくて右足体重で打っている方はざっくりというよりダフリですね。ダフリが多いです。この打ち方だとダフりたくない、でもダフっちゃいます。インパクトフォローで右足体重になると間違いなくダフります。ダフる原因は右足軸で右足体重になっているからです。皆さんどうですか？チェックしてみましょう。後方から見てみましょう。体重移動できないで右足軸右足体重になるとまずダフります。それでは打っています。右足体重だとやはりダフりました。しっかり足踏みのように右左と体重移動ですね。飛ばしてなんぼ。グリーン周りのアプローチでは基本的にこのようにヘッド軌道を緩やかに入れていくイメージです。鋭角的に入れないよう注意しましょう。鋭角的に入れるとダフりざっくりの原因にもなります。このようにクラブヘッドを芝に滑らす感じで緩やかに入れていくイメージです。芝の上をさっさっと滑らす感じですね。さっさっと振るイメージで打っています。うまく打てました。飛ばしてなんぼ。それではまとめてみましょう。スタンスはオープン、アドレスの体重配分は気持ち左です。グリップは少し短く握ります。足踏みのように体重移動するということです。右左右左、このように体重移動することが大切です。ボールの位置は右足親指前で、そしてバックスイングした時の右手首のコックの形をインパクトからフォローにかけて変えないイメージで振ることです。それを踏まえて打ちます。やってみてください。どうでしたでしょうか皆さん。今回基本的なグリーン周りのアプローチの打ち方をお伝えしました。コツをつかめばざっくりやダフりが怖くなくなり、グリーン周りからのアプローチが楽しくなります。そしてチップインも狙っていけるようになるでしょう。ぜひマスターいたしましょう。